はいどうも、メダロットに関する情報をお伝えするメダロットニュースをお伝えするのはノヘイです。今日はメダロット S に関する情報を中心にお届けしたいと思います。まずはガチャに関する情報でございます。こちらをご覧ください。はい、ということでゲーム版メダロット2より AC ストがピックアップガチャに登場いたします。日程については1月13日木曜日の15時から1月20日木曜日の14時59分までの開催となっております。それでは機体について紹介したいと思います。機体名は AC スト LHB 型カミキリムシをねモチーフにしたメダロットでございます。先日登場したタマムシ型メダロットのアンビギアスと対となるメダロットでございます。こちらメダロット2で革新メダロットとして登場しておりました。カミキリムシといえばね、その長い触覚が特徴で、その触覚が牛の角のようだというところからカミキリムシを漢字で書くと天牛っていう風にねなってたりするんだけど、それはね覚えておくといつか役に立つかもしれません。それでは機体のステータスについても紹介したいと思います。頭部パーツがコマンダー、右腕パーツがソード、左腕パーツがハンマー、そして脚部は2脚タイプで脚部特性はラッシュとなっております。装甲の薄さと引き換えに高性能高威力の両腕が売りの機体となっておりまして、メダロット S でもねそのイメージを踏襲しており、右腕のソード左腕のハンマーね同じ技の中ではトップクラスの威力を誇っております。装甲の薄さがやっぱり気になるんですけれども、頭部のコマンダーは自身にステルスをかけることができるので欠点を補えるような構成になっております。コマンダーはレーダーサイトとステルスを付加する優秀な技なので、サポートとしても活躍できるかと思います。改めまして日程については1月13日木曜日の15時から1月20日の木曜日14時59分までの開催となっております。よろしくお願いいたします。また今回は新たにメダロットガチャにも機体が追加されます。それがこちら。はい、リバイブアンジェがメダロットガチャに追加されます。それに合わせてスポットライトガチャも開催いたします。リバイブアンジェはメダロット DS から登場した天使型のメダロットでございます。 ANG 型メダロットです。性能についても紹介したいと思います。頭部パーツがリバイブ、右腕パーツがリペア、左腕パーツがリバイブ、そして脚部は飛行タイプで脚部特性は結界となっております。名前の通り味方メダロット1体のパーツを全て再生させる強力な回復技をリバイブをね持っているのが特徴でございます。パーツの走行値を回復させる技リペアも持っているので、この機体があればパーツの再生と回復を一手にね引き受けてくれる頼もしい機体となっております。このリバイブアンジェはメダロットガチャへの追加なんですけども、登場確率が大幅にアップしているスポットライトガチャは1月13日木曜日の15時から1月20日木曜日の14時59分の開催となっているのでよろしくお願いいたします。さらに今回はヒールエンジェル、ワンダエンジェルねスポットライトガチャも合わせて開催いたします。多種多様な回復技、再生技を得意とする天使方が一気に再登場という形になっていますので、気になる機体がある方はぜひチェックしてみてください。また今週は長州来に AC ストをフィーチャーした黄金の打撃が飛ぶ祈りを忘れた水の戦士と、天使型メダロットをフィーチャーしたヘブンズゲートが開くとき天使の歌声が降り注ぐを配信いたします。開催期間は1月13日15時からでございます。クリアすると称号祈りを忘れた戦士、天使型メダロットの共演がもらえます。ぜひ挑戦してみてください。そして続いてはメダロット S の2周年に関する情報でございます。もうすぐ1月23日にねメダロット S がリリースから2周年のアニバーサリーを迎えます。ということで今週からもうすぐ2周年週間としてイベントやログインボーナスの配布をしたいと思います。まずはこちら。はい、1日1回限定、間もなく2周年ロボトル、モブキャラだってお祝いしたいということでね、もうすぐ2周年ということで前夜祭となるプチイベントを開催いたします。その名の通り1日1回限定で挑戦できる特別なロボトルとなっておりまして、初回クリアでルビー、そしてランダムドロップでダストルビーがゲットできるようなイベントになっております。ぜひ忘れずに、ね、挑戦していただければと思います。日程については1月13日の木曜日から1月20日の木曜日までの開催となっております。そして続いての情報がこちら。はい、まもなく2周年ログインボーナスということで、こちらの方を配布させていただきたいと思います。日程については1月16日の日曜日の0時から1月20日土曜日の23時59分までの配布となっております。こちら期間中毎日ログインしていただくとカスタムジュエルが20個、イラスト、コイン、パーツ強化チップなどがゲットすることが可能でございます。こちらぜひログインして受け取ってください。本格的なね2周年の情報については来週以降のメダロットニュースなどでお届けしたいと思います。お見逃しないようよろしくお願いします。次にアップデートに関する情報をお届けしたいと思います。1月27日に
バージョン 2.6.0 へのアップデートを予定しております。メダロット S ではよりロボトルを楽しめる環境を提供すべく継続的にゲームバランスの調整を図りたいと考えています。そのため今回のアップデートは新たな技の追加や一部の技の効果の変更調整を行いたいと思います。今週はアップデートで調整が入る技について紹介したいと思います。それがこちらです。はい、機体の復活時のチャージゲージ値について、ロボトルカウントに影響される技の効果について、そして一部技の使用後のペナルティの変更といった形でございます。それでは詳しく説明していきたいと思います。まずは機体の復活時のチャージゲージ値について、メダロット S のロボトル環境において特定の技を持つパーツに使用率が偏る傾向が出ています。特に使用率の高いパーツについて技使用時の使用を調整することで戦略の幅を広げたいと考えています。これまで技リバースなどで機能停止したメダロット復活させた際、チャージゲージが機能停止した際の値を引き継いだ状態で復活しておりました。これをアップデート後からは、復活時機能停止した際のチャージゲージは引き付かず、チャージゲージ0の状態で復活するようにするといった形に変更したいと思います。今回の調整の対象となる技はリバース、対象となるメタフォースはオールリバースとなっております。続いてロボトルカウントに影響される技の効果について説明したいと思います。メダロット S のロボトルにかかる時間に合わせ、ロボトルカウントに効果が影響される技の情報修正を行います。現在ロボトルにかかる時間の長さに対して、これらの技の上昇値が小さいため、現在のメダロット S の環境下において使いづらく、使用率が低い状況となっております。このための仕様変更でスピーディーに高い効果が得られるようにすることで、有用性を高め、より戦略の幅を広げることができればと考えております。対象となる技はタイムアタック、そしてカウントリペアでございます。タイムアタックは変更前はロボトル時間のタイマーが1減るたびに威力が 1% 加算されるというものだったんですけれども、変更後はロボトル時間のタイマーが1減るために威力が 15% 加算される。こちら残りカウント73でマックスに到達し、以降 400% のままといった仕様でございます。そしてカウントリペアについては、残りカウントが0の時に回復値が2倍になるように設定されていたんですけれども、こちら変更後は残りカウント73の時に回復量が最大値5倍になるといった形で大幅に調整がされております。そして最後、一部技の使用後のペナルティの変更でございます。先ほど特に使用率の高いパーツについての調整に関してお伝えしたんですけれども、逆に特に使用率の低いパーツについても、技使用時の使用を調整することで使用率の偏りを減らし、戦略の幅を広げたいというふうに考えております。今回対象となる技としてはガトリングとメガガトリングでございます。ガトリングについては冷却時のペナルティを調整いたします。変更前は回避不能だったんですけれども、変更後はペナルティがなくなります。そしてメガガトリングについても冷却時のペナルティを調整いたしまして、変更前が回避防御不能だったものが、変更後は回避不能のみという風になります。これらの調整がバージョン 2.6.0 で含まれますので、よろしくお願いいたします。以上、メダロット S に関する情報でした。はい、そして1月4日まで応募を受け付けていたオリメダデザインコンテスト、こちらご応募いただきありがとうございました。 KBT-KWG という制約の中、たくさんのね作品を投稿いただき本当にありがとうございました。皆さんのアイデアやデザイン全て拝見させていただき、先日選考会議をいたしました。そして気になる結果発表なんですけれども、来週のメダロットニュースの中で行いたいと思いますが、選考して、なんと今週日曜日1月16日のメダロット祭リローデッドの中でね、グランプリ作品の KBT 型 KWG型のメダルについては発表ねしたいと思います。気になる方はぜひ漫画アプリ漫画ホットで週刊メダロット通信の中ね、メダロット祭リローデッドをご確認いただければと思います。ということで、間もなくメダロット S も2周年、今年はねメダロット25周年を迎える年でもありますのでね、気合を入れていきたいと思います。そして来週のメダロットニュースについてはね、メダロット S 2周年の直前ということでね、1月18日火曜日の20時から生配信というね形でお届けしたいなというふうに考えております。日程についてはね、また改めてご案内できればと思うんですけども、今こちらの方で予定しております。それではまた来週もよろしくお願いします。以上です。ロボトルファイト。